準備終わったパカパカ明日着ようかなと思って、今日はやめた。明日今日話し会ですよ。話し会今日夕方から、私は1時間ぐらいします。 3時まで、3時になったらランキングで終わるかな。時間がないな。と思って買い物出かけてしまったりはするかい危ない明日もあるけど今日もある、話し会3時まで、うん、何見ようとしたか忘れたけど3時まで、じゃああれだ、何時から始めたか見ようとしたんだ私3分から始め、まあ、1時間ぐらいできるか、ランキング打ってたら3分ぐらいになりそうですねメイクしてますか？めっちゃしてるじゃん今してますよ水メイクしてます。海のとこ？あ、これ？そっか、妹と一緒な感じになってる。なんて言うんだろう、これ。なんか、こんな感じになってる。よいしょ。今日は夜あれだな。夜、シアルカップだから、見なきゃ。何時までやってんだろう。でも3時間ぐらい終わるよねきっとね、6時からないかな、2時間ぐらいかな、2時間ぐらい、うん、3時間ぐらい、あ、探せて、あ、それだ、そうしなきゃだった。ちょっとでもこの今配信してる端末でドライブやってるから終わったらね、配信終わったらできる時に、時間の時にやってる。これ入ってるけどこっちもちょっとわかんないんだよな、データ引き継ぎにしないと。でもデータ引き継ぎしたらあれだよね、まあ配信してると思うとできないよね。
見るチーム、だるまさんとこ見る。昨日見てたらめっちゃ面白かった。なんだっけ、チョコプラさんのネタやってた。静かにっていうやつ。急に始まって面白かった。なんかね、それあれだよね、クセスゴだっけ、それやってたの忘れちゃった。クセスゴ好きだよ。でもそれはリアルタイムで見てなかった気がする。何かのツイッターかな、なんか流れてきた動画見た気がする。ツイッター、え、リアルタイムで見てたっけな、覚えてないや。忘れた。そう、チョコプラさんのネタしてた。急にスクリーム中に。最初からは見れないけど、途中から見ようかな。今日6時からだからさ、お話し会とかぶってるから見れないんだよな、最初から。まあ今見れる時見よう、休憩時間とか。最強主演、私そこ強いもんね。確かに強いからな、チキさん。あ、もう、あ、もう強すぎる。どこが優勝するかな、分かんないや。何時起き、今日10時ぐらいに起きた。遅い。本当は1時間半ぐらいショールームしようと思ってたんだけど、そっからなんかいろいろしたりとか、メイクしたりとか、なんかいろいろしてたらさ、時間が。1時間半もできなくなっちゃった。結構寝れた。8時間か8時間ぐらい、普通の睡眠寝たね。今日の友達、え、寒いの。いやでも会場がさ、あったかいかなと思ってさ、ヒートテック着てさ、暑いの嫌だからヒートテック着なかったんだよな。前回のお話し会、先週のお話し会、結構ね、会社、お話し会の会社があったかくて結構そう、だから前回ニットワンピース着て結構あったかくってさ、あの服ニットだけど、部屋もあったかったからね。そう、あったかいっていうよりちょっと暑いぐらいだったから、
今日はヒートテック着るのやめようと思って着てない。やめたヒートテック着るの。あ、でも行くときはねちゃんとアウター着るか、コートかなんか大丈夫。会社が結構あったかいんだよな。なんかでも今までそんな暑いぐらいまであったかい、ちょっと暑いなぐらいまでなだった、え、だったことない気がするんだけど、前回は結構あったかかった会社が。今まででもあったかかったけど、あ、でもちょうどいいぐらいだったんだけど、なんか前回の話しかに結構あったかった、気のせいか。寒いよりはいい。いや、私暑い方が苦手なんだよ。うん、うん、でもめっちゃ寒いよりかはいいけど、結構暖かかったんだよな前回。今日寒いのか。リモートにヘアピタ？ここら辺に、あ、こう見えないから中にヘアピタ貼ってってこと？やば。確かに見えないからいけるかもしれないけど。ダルグの設定、あ、なんだっけ、サブマスだっけ？マスター？サブマスターみたいな設定ね、後でしときます。はい、しまったら。見えたら、見えたはずだから、ちょっとハイネックだからさ、これ。内側に。ここら辺とかだったら見えないから。ってこと？はんないけど。はんないけどさ。あ、風強いの今日。いや、寒そう。20時には3度？え？寒いな今日。お話が終わる頃は結構寒くなって、お話会何時終わるっけ、そんぐらいかな。結構寒いな。ちゃんと暖かい上着着ていくわ。そんな寒いのか。うん、帰りめっちゃ寒そう。明日も寒そうだな。天気、明日も今日と一緒ぐらい。720日、あと10日で800日。早いな。この間なんか700日とかだった。でも20日しか経ってない。ん？10日
10日じゃない、お前ちゃった。10日であと730日だ、間違えた頭は回ってないや。でさ、ちょっとさ飲み物取ってきてもいい？ちょっとさ画面一旦止めていい？ちょっと待ってて。